どうも、影山です。今日は2021年4月27日火曜日。火曜日の空、一応晴れですね。快晴までいかないですね。ちょっと曇りがあるんで。でもまあまあいい感じの、晴れた。ちょっとでも寒さがこうあるかなというようなこう朝のこう気候ですね。気温というかね。ですね。ということで、今日も野菜をこう見ていきたいんですが、まずこれが水菜ですね。水菜どうなんですかね。ちょっと厳しい感じもしますが、もうじゃまあうちの父親がね、まあもうちょっと様子を見ようということなんで、もうちょっと様子を見て、行きたいと思います。ということで、これが唐辛子ですね。唐辛子はまあまあ、うん、あのこれからどうなるんかなという感じですね。うん、唐辛子はそういう感じです。そしてこれがキュウリですね。キュウリはなかなかこう育っていきそうな、何かあるかな。別に今んとこないですね。でこの棒ですね。この棒がですね、ここにこう巻きついていって、こう上にこう上がっていって、そこからこうキュウリが育っていくというところが出るかなというところとですね、これがナスですね。つぼみができているということなんで、ちょっと見ていった。これですかね。これかな。あ、これですね。これわかりますかね。これやんな。うん、下の方ね。これが、じゃあ、キュウリはちょっとできそう。これが順調にまあ育ってくれれば。これですか。これか。これですね。これですね。順調に育っていけば、うん、ありがたいなということで。そして昨日ですね、あれです、山中を、刈り取って食べました。まあ、淡白な味で、まあ、その山中自体がそのものすごく美味しい味とかそういうことをこう感じるというよりはですね、まあまあ、どうですか、そうですね、そのサラダというかね、そういう形の一部としてこう食べたという感じで、で、あれはもう全部刈り取った、もうその根っこから引っ張ったんで、もうあれはなしですね。だから次もう一回山頂買うか、違うもん買うかということで、またちょっと違うもんをこう苗をね、また買いたいというふうに考えております。ということで、今日もね、頑張っていきましょう。どうもありがとうございます。